2回目のワクチン接種後に引っ越した人にも、3回目の接種券が届くようになります。来月から始まる新型コロナワクチンの3回目の接種は、自治体がワクチン接種記録システムの接種歴などから対象者に接種券を送ります。そのため、2回接種した後に他の自治体に引っ越しをした場合は、 本人の同意がなければ自治体が接種歴を紹介できず接種券が届かないことが問題になっていましたデジタル庁は12月中旬から各市町村が転出元の自治体に情報紹介をできるようにすると発表しましたこれにより2回の接種後に引っ越した人が自分で問い合わせをしなくても3回目の接種券を受け取れるようになります